こんにちは、無課金プレイヤーのフォルテです。今回は洗濯契約書付き福袋の徹底解説やっていきます。11月、今年は洗濯契約書付き福袋、周年福袋が2回登場が決まってるんですけども、1回目と2回目の違いがねちょっとあるので、そこの注意点等を紹介していきます。結構システムの違いであったり、洗濯契約書でそもそも誰が選べるのかっていうところもね違う部分があるかなと思うので、去年とか一昨年の福袋の例をね見ていきながら、おそらくこういった対象なんじゃないかっていうところをご紹介するので、参考にしてみてください。あと具体的におすすめ選手のご紹介もするので、誰を取るかっていうところだったり、エナジー少ない方はアニバーサリーとどっちを優先するかみたいなところで参考になればなと思っております。とやっていきましょう。では日程から確認していこうと思います。特番の方で発表がありまして、今年の11月は、次にアニバの2弾が登場してから、そのまま11月の15日からが9周年大感謝福袋、これの1回目が行われます。シリーズ2完全移行が11月21日というところで、そこまでの期間ですね。その後完全移行した後におかわりで周年記念福袋がもう一回登場という流れとなっております。ということで、まずはシステムの方からね見ていきますが、1回目の周年記念福袋のシステムから見ていきましょう。こちらは毎年ね同じような感じになってるんですけども、10連目で S ランク選手1人確定、30連目で自チーム S ランク選手が1人確定、そして50連目まで引きますと選択契約書を獲得できるというふうになっております。なので50連1250エナジー使っていただければ、 S ランク選択契約書の分も含めて3人確定でゲットできる、かつそのうちは好きな選手になるっていう風な感じになってますね。で、無課金的には50連のみがおすすめになります。やっぱり選択契約書を獲得することが一番のねこのガチャを引く意味かなと、目的かなと思いますので、純正の方もねそれ以降深追いするっていうよりかは、その分のエナジーをちょっと OB とかに温存してもらうとかいう方がいいのかなと個人的には思っております。そしてこの選択契約書で選べる選手ね、ちょっと一部限られておりまして、このガチャの登場日までに追加がすでにされている2024のシリーズ1、そしてシリーズ2の通常選手となっております。アニバーサリーや OB とかそういう特別ラリティの選手は選択ができません。またそのガチャの登場後ですね、今年でいうと11月15登場なので、それ以降次の更新で追加された通常選手とかも選択契約書では選べないというふうになります。現状1球団10ポジション登場してると思うんですけども、おそらく次の福袋の日にもう1ポジション追加っていう感じの可能性が高いかなと考えておりますので、11ポジション登場時点での選択になるかなって感じです。で、リアタイ勢は特に気になるシリーズ1の選手が獲得できるのかっていうところなんですが、お知らせにも来ている通り獲得できると思っております。こちらに書いてる内容ね確認していきますと、完全移行11月21日13時以降にシリーズ1の全選手排出停止となりますというお知らせなんですが、それ以降もプレゼントの受け取り期限まで選択契約書からはシリーズ1選手も獲得ができますと書いてあります。なので弱体化がしてしまってシリーズ1じゃないと嫌だなというふうに思った場合は、リアタイ勢はあえてねスピッツがちょっと低めなシリーズ1選手を狙うのもおすすめとなります。そしてただし排出停止リストにて球団ごとに選手名を記載している選手は例外になるというふうに書いてあります。これも去年のロドリゲス投手みたいな感じで獲得はできると思いますが、その排出停止の措置をされた後に選択契約書で選ぼうとするともう対象になってないみたいな、いなくなっちゃってるっていうふうになってくるのかなと思っております。もしそのリストがねおそらく数日後に排出停止しますよっていう選手が何名かピックアップでお知らせ来るかなと思うんですけど、その中の選手を獲得したいよって思った方は、今年ですと具体的には例えばわかんないですけど和田投手がそのリストに載った場合で欲しかった場合は、選択契約書を獲得したら完全移行する前にもうすでに和田投手を選択する必要があるっていう感じですね。完全移行した後にそのリストを見るともう和田投手がいなくなってしまうっていうのがおそらく起きてしまうので、他の選手だったら契約書の期限ギリギリまで保管しておいて、ミキサーの結果とかを見てからじゃあこの選手に変えようかなとかいうふうに考えたりもできるんですが、リストに載っちゃってる選手が欲しいならば速攻ゲットするっていうのが注意点となります。あくまでちょっと僕の予想も含めてなんですが、去年の説明書きと同じような感じなので、おそらくこれじゃないかなと考えております。続いて2回目おかわりの周年記念福袋の解説をしていこうと思います。まずシステムなんですが、今年のプレミア12-12の日本代表の成績順位によってシステムが変わっていきます。日本が優勝ですね、1位を取った場合ですと1回目の周年福袋と全く同じ内容になってくるんですが、2位になった場合ですと70連目の GS 確定が普通の S 確定になってしまうっていう風になってくるというところですね。正直ここは50連だけでいいよっていう方に関しては別に2位でも問題ないって感じなので、とりあえずどっちか狙ってほしいなっていう感じですね。でただ日本が3位以下だった場合ですと30連目の GS 確定もランダム S 確定に変わっちゃうっていうところで、ここは変わった場合に微妙になってしまうかなっていう風な感じなので、日本代表頑張っていただきたいところになっております。で1回目と違う点としてはシリーズ2の選手が
が必ず当たるっていうところですね。1回目は完全移行前のガチャなので、まあ、10連目の S ランクとかもシルバー選手が当たっちゃうなんてことが起きるんですけど、おかわりの福袋は完全移行後に登場するガチャなので、まあ、10連目もするし30連目も確定外の S ランクも全部、まあ、A ランク B ランク含めて全部シリ2選手が当たるというふうになりますので、最新スピが欲しいよっていう方はそういった面ではおかわりの方がおすすめ度が上がるかなって感じです。そして選択契約書の対象選手なんですが、まあ、こちらも9周年大感謝の選択契約書からシリーズ1選手は獲得ができますというふうにお知らせ書いてありますので、まあ、おかわりとまで書いてないんですけど、まあ、これも9周年大感謝福袋ではあるので、まあ、おそらくシリ1選手も獲得できるのかなと思っております。まあ、ただし先ほど言った排出停止の措置がされてしまうと獲得ができないっていうことが起きるので、おかわりの方ですとその措置がされた後の登場っていうことでは、排出停止の措置がされてしまった選手はおかわりでは獲得できないのかなというふうに考えております。まあ、なので先ほど例に出した仮に和田投手が排出停止になるというふうに仮定すると、おかわりでは和田投手すでにね選択契約書では選べないというふうになるかなと予想しております。まあ、よく2月とかにもダウンロード記念福袋で選択契約書ゲットできて、その時はちょっと私立選手しか選べないみたいな感じの時もあったんですけど、まあ、意見ちょっと皆さんからいただきまして、一昨年の福袋に関しては周年が12月1日にね福袋登場となってまして、その時のものからもシリーズ1の選手獲得ができました。特に今ビエイラ投手とかね獲得した方が多かった福袋だと思うんですけど、まあ、そういった例があるので、おそらくシリ1はゲットできるけど排出停止選手はおかわりではゲットできないっていう風な認識を個人的にはしております。まあ、なのでその選手たち分対象選手は減っちゃうっていうことがあるんですが、逆に通常追加がねシリ2でおそらくもう1個か2個かおかわりの時点では増えてくると思うので、1回目の福袋よりもね2ポジション最大で私立のポジション追加がね増えるというところでは、まあ、システム的にもシリーズ2の選手が欲しいよっていう方を考えている方に関してはおかわりの方がおすすめ度、まあ、選べる選手の幅も含めて上がってくるかなと思います。では実際に具体的なおすすめ選手をご紹介していきます。で基本的にはまあリアタイ勢の特に投手補強っていうところがおすすめになるかなと思っております。野手もまあいい選手いるんですけど、まあ、OB でやっぱりこれから、まあ、もっといい選手がね来てもおかしくないってことが考えられるので、まあ、どっちかっていうとそっちで狙った方が個人的にはいいかなというふうに思っております。で投手の中でも、まあ、特に私立で弱体化してしまうとか今後獲得が難しくなってくるみたいなところは、まあ、特に純正の方、まあ、確保した方がいいと思うので、そういったレア度の高い選手とかは獲得を進めば上がるかなと思います。ってことで阪神ですね、12球団目線だと特にいないんですが、まあ、もし純正で大山選手とかまだ持ってないよっていう方はちょっと確実に確保しておくといいかなってところです。移籍になってしまうと排出停止になる可能性もあって、まあ、今後は TS での獲得になるんですけど、まあ、2年後とかになっちゃう可能性が高いので持ってない方は優先度高めにしたい選手です。でシリ1ですと伊藤将司投手ですね、シリ2出るかわからないっていうところと、まあ、純正的に今先発で、まあ、2スプで、ね、持っておきたい投手であったらあると思いますのでおすすめ度高まるかなと思います。広島ですね、こちらは12球団的にはキャッチャー欲しい方坂倉選手、過去版持ってない方はぜひとも持っておきたい選手かなと思います。シリーズ1選球眼が第3得能っていうことで、まあ、ミート的にはシリ1がいいんですけど、まあ、やっぱシリ2ね一番大事な広角の発動率が高いっていうところで、まあ、満塁とか発動しづらいですけど、まあ、シリ2の方がおすすめ度高いかなと思います。アニバで他選手取ったから選べなかったっていう方はこちらでゲットするのおすすめです。で純正的にはトコラ投手ですかね、まあ、中継ぎ適性が消滅してしまうのがシリ2なのっていうところと、状態ピンからタイピン下位に変わっちゃうっていうところが大きいので、過去版持ってない方はぜひ持っておきたい選手かなと思います。 DeNA ですね、こちらは12球団的にはいないんですが、純正的にはオースティン選手、通常版の方がアニバよりフルスイングっていうことで強くなってるんでおすすめ度が高まってます。で大貫投手も2スプで結構球種がリアタイム気になっておりますので、まあ、持ってない方は優先度高めにしておきたい選手、ミキサーね狙える回数少ない人とかは純正必須級かなと思います。まあ、ウェンデルケン投手あたりも、まあ、登場してくるかどうかっていうところだったり、まあ、確実にゲットしたいっていうところでね純正は持っておきたい投手かなと思います。去就もまだ確定はしてないみたいですね。巨人ですね、こちらは12球団的には高梨投手だいぶおすすめかなと思います。まあ、特に中継ぎで2スプ系とかしかいないなみたいなね、まあ、珍しいタイプのピッチャー2種系がいないなっていう方は特にタイプが違うピッチャーがいると、まあ、刺さる相手には刺さったりするんで、まあ、慣れてる方も多いとはいえ全然おすすめどころになります。でしかもシリーズ的に今年は結構過去最強ぐらいな能力、まあ、球速も上がってるっていうところと球威もねストレートが B になってるっていうところで、まあ、シリ1も最速の球速ではあるんですが、まあ、球威が高いっていうところ、キレの発動率もいいなんていうところも含めて
まあ、シリ2がおすすめかなと思います。まあ、球持ちもボールが表示されるのが若干遅くなるっていうところで、まあ、2種すらの、ね、回転見極める時間が少ないっていうのは強いので、今年の高梨投手はかなりおすすめになります。あとはまあグリフィン投手ですね。でこちらシリ2でツーシームの変化量が、まあ、B 球威のものから、まあ、D 球威の変化球変化量みたいな感じに変わっちゃってて、まあ、そこが弱体化になると思われるので、まあ、先発が欲しい方はおすすめの一人になるかなと思います。まあ、山崎伊織投手あたりも、まあ、純正は結構おすすめどころになるかなと思います。続いてヤクルトですね。12球団的にはまあ村上選手シリワンで補給がねちょっと下がっちゃうので、まあ、シリワン版持っておくっていうのも悪くないんですけど、まあ OB とかで他選手ゲットする手段もあるので、まあ、絶対じゃないかなっていう感じです。純正的にはヤフーレ投手が退団ということで、今後獲得が OB 含めてもなかなか難しいだろうっていう感じになると思うので、まあ、ぜひ純正の方は取っておきたいリアタイム機選手かなと思います。中日ですね。こちら12球団マルティネス投手がかなりおすすめになっております。まあ、特にシリーズ1ですかね、まあ、シリーズ2の通常でタイピンになってするっていう可能性もあるんですけど、まあ、それもちょっと獲得手段が特定のものは、ね、ないかもしれませんので、タイピンチバージョンのシリーズ1ですね。まあ、かつ変化量縦スラの変化量も小さいのがスプリットとの投げ分けも若干できるので、まあ、たまにする配球としてそこも使えるのでシリ1がおすすめとなります。まあ、アニバの躍動も削り幅としてはいいんですけど、タイピンの変化量が違ってくる方が個人的には、まあ、中継ぎですしいいかなっていうところ、縦スラの変化量も小さいのがあえていいっていう風に思ったりします。で純正的にはビシエド選手ライドラですね。こちらが、まあ、シリーズ2も出ない可能性も高いっていうところと、まあ、TS バージョンもね考えてもライドラでまた登場することは考えにくいので、持ってない方は欲しい選手の一人かなと思います。ではパリーゴリックスですね。12球団的にはいないかもですが、森選手に関しては12球団とサブでオリックスもやってるみたいな方はキャッチャーとしてねかなり優秀なので、まあ、坂倉選手に近いぐらい強いのでおすすめ選手になるかなと思います。まあ、純正的にエスピノーザ投手あたりも結構ねツーシームムービング投げ分けと、まあ、ムービングとナックルカーブ回転が被った時は一応なんか投げ分けみたいになったりするんで、まあ、かなり強力だったりします。続いてロッテですね。12球団的には外選手が超高額アーティストでかなり打ちやすいのでおすすめとなります。まあ、ファーストちょっと補給が怖いっていうところもあったりとか、まあ、OB ももっと強い選手もいるんで絶対じゃないけど、どうしても打ちやすい選手欲しい方はおすすめの選手になるかなと思います。ソフトバンクです。こちらはモイネの投手のシリーズ1ですかね。タイピンチ20丸がタイピンチ下位に変わってしまってるので、超タイピンチの方を使っていきたいところかなと思います。あと適正の部分とかも含めてですけど、まあ、シリーズ1がかなり貴重な能力してますので、ぜひシリーズ1で取りたい選手かなと思います。で、まあ、柳田選手も単純にアーティスト降格、まあ、足も速いっていうところも含めて打ちやすい選手が欲しい方は全然ありな選手かなっていうところになります。で引退報道がねちょっと驚きの和田選手だったんですけども、この選手も今年フォークが追加で、まあ、ツーシーム変化量は小さくなってるんですけど、まあ、そこのツーシームフォーク投げ分けなんかもできたりっていうところで特能は強いんで、まあ、純正はぜひ持ってない方は確保したい選手になっていると思います。和田選手も TS バージョンが逆にリアタイではちょっと向いてないみたいな能力になってるんで、リアタイ向きな和田投手を獲得するチャンスは今回が最後になる可能性が高いという感じになります。では楽天ですね。こちらは鈴木空投手、純正の方はシリーズ1持ってない方はね今までのものカットボール持ちとかのやつ過去版もね持ってる方はいいんですけど、まあ、高速スクリューがなくなったりとか超タイピンがねタイピン近いに変わってしまうっていうことがあるので、シリーズ1持ってない方は確保したい選手になります。そして西武ですね。こちらは12球団先発欲しい方は平投手おすすめになります。まあ、中継ぎもできますし、まあ、マッスラツーシームシンキングスプリット、まあ、タイピンチもあるのでおすすめになります。アニバでも取れはするんですけど、まあ、他の選手がどうしてもアニバで取りたくてっていう感じであれば、まあ、キレも悪くはない特能なので強さとしては大差ないっていう風に考えることはできると思います。で純正の方は中村武也選手、広角バージョン持ってない方はかなりおすすめになります。中村選手もプルヒにシリーズ変わってしまったっていうところ、 TS バージョンでもプルヒっていう風になってますので、広角バージョンが貴重になる可能性が高いっていうところでおすすめのが高い選手になります。で水上投手もシリーズ出るか怪しいっていうところで非常にリアタイ向きな球種をしていますので、まあ、中継ぎ補強っていうところではかなりおすすめになります。でラスト日本ハムですね。12球団的にはいないんですが、まあ、純正的にはマルティネス選手ですね。
得の、ね、パワーが20上がる超広角を持っている選手になってまして、まあ、最大パワー97ですかね。高弾道っていうのが惜しいんですけど、キャッチャーいない方は代打いらずでひとまずいけると思うんでおすすめになります。ってことでまとめとしては、野手欲しい方は坂倉選手が過去バージョン持ってないんであればかなりおすすめになっていきます。で、他のファーストサードとかもね、アーティスト選手いるんですけど、まあ、OB で今後年末ですかね、ロッテ版もしくは中日版の落合選手が来る可能性高いと思ってますし、掛布選手も年度的に今年かなり自然なので、そういった選手獲得した方が能力的におすすめかなと思ってます。で、外野手ですと糸井選手オリックスバージョン可能性もありますし、ソフトバンク版かもですけど、横浜で来てくれたら田村選手がめちゃくちゃ強いんで、まあ、そこで確保すればいいって考えもありますね。あとはショートですけど、まあ、石毛選手あたりもね、今後の OB としては注目の選手かなと考えています。で、そして、まあ、アニバーサリーとの比較になるんですけど、まあ、福袋のいい点としてはエナジー数がかかる数が少ないってとこですね。アニバーは60連ですけど、福袋は50連で狙いが確定で手に入るっていうのが魅力的です。まあ、枚数としてもアニバーは2枚確定ですが、福袋は50連で3枚確定っていう風なところもいい部分です。まあ、ただアニバーサリーは豪華なメンバーがいるっていうところで、 S ランクもね、 A ランクも含めて強い選手が多く手に入りやすいっていうのがいい部分になってるんで、まあ、第3得のもね、当初は魅力的っていうところもあるんですけど、アニバーで狙いが多いよっていう方はアニバーの優先度も上がってくるって感じです。まあ、なので、そこの狙いの数、あとはミキサーどれだけ挑戦できそうかみたいなところでね、通常選手ゲットできそうかみたいなところで個人差おすすめ変わってくるかなって感じです。で、最後に、まあ、このガチャの終了日までにね、これから増やせそうな数字紹介していきますと、まあ、福袋ですとこれぐらいの数字となっております。で、年末のおそらく OB 来る可能性高いんですけど、それの、まあ、ざっくり終了日考えてくるとこれぐらい増やせそうなので、まあ、ランキングする方はすごい雑に1500エナジーぐらい用意しとこうって感じなんで、まあ、それでざっくり自分はどのガチャの組み合わせができそうかっていうところ、アニバーサリースルーした方がいいのかとか、まあ、その辺で参考になればなと思います。ってことで、ちょっとね、正直確定情報とは言い切れない話だったかもしれないんですが、過去の傾向からおそらくこういうシステムなんじゃないかっていうところの話になりますので、まあ、ちょっと皆さんの意見もいただければなと思っております。ではまた何かね、役立てそうな情報がありましたら動画にしていこうと思いますので、よければチャンネル登録、高評価の方もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。